感じでクソタレと。クソタレが。うまいんですね。今回私は初舞台で初主演をさせていただき、そしてあの AKB48 を卒業発表してこう初めてこう女優としての初仕事なのですごく気合いも入ってて、はい、あの入ってます。でも緊張するんですけど、本当にこの素敵な先輩方に囲まれてあのこの舞台の初日を開けられることをすごく嬉しく思ってます。私はあのタタラミ通い役、あの双子の妹役なんですけど、とにかく口が悪いです。あの先ほど自分にはないものを自分とは違う役らみたいなことをおっしゃってますけど、はい、まあ、ボロクソに言う様がすごく様になってまして俺は本当に普段は口が悪い人なんだろうなって思ってたんですよね。すごくクソタレがとかいう言い方がすごくうまいんですよ。完全にクソタレとクソタレがうまいんですね。あの前から言ってたのはあの温水洋一さんすごくあの素敵だなと思って、温水さんが出てるのすごく面白くてあ、それ温水くんが好きなんですそういうことじゃない、私は思うんですけど、間違えられるんですよ。言うならいいんですけどそれ一番嫌なんですよ。すごく頑張ります今回。じゃあ、あのあれです。もういいですいいです。でもすごい尊敬してます。でも無理です。本当に今回一緒に舞台やって、うん、空気感の作り方だったりとか、もう本当にこの舞台のあの千秋楽が終わる頃には、どんな人になりたいですかって言われて、温水さんじゃなくて坂井俊哉さん。なってるかもしれないです。かもしれないなってます、なってます、ね、そうなるようにお前頑張れみたいな。いいですよいいですよいいですよ。そしてゆっくりと立ち上がる。うまいじゃねえ。あ、やっぱり笑い声は不敵なものから大胆なものに変わる。もっと不敵に